立憲民主党は知人女性にわいせつな行為をした疑惑が週刊誌で報じられた葛飾明宏議員を6ヶ月の役職停止処分にすると決めました。国民の皆さんに非常に不信感を招いたこと、当該女性の方に不快な思いをさせご迷惑をかけたことがあるということで、そこに関してはお詫びを申し上げます。葛飾氏は政調副会長に内定していましたが、6ヶ月間の役職停止処分となりました。葛飾氏はわいせつ行為をした事実は一切ないとコメントしています。立憲民主党では先日、青山正幸議員が女性秘書へのセクハラ疑惑で無期限の党員資格停止処分となっていて、早くも2人目となりました。